デイビッド・カークランドは、アメリカ合衆国の映画監督、脚本家、俳優、映画プロデューサーである。本名デイビッド・ヘンリー・スウィム。1919年の監督作品、気まま妻の広告戦8 7 8年11月26日、アメリカ合衆国、カリフォルニア州サンフランシスコに生まれる。エッサネーフィルムマニファクチャリングカンパニーに入社。 1911年頃から、ブロンコビリーとして知られるギルバート・エム・アンダーソンや、アーサー・マック・レイが主演、監督する短編の西部劇するうちに、1913年、主演作の短編西部劇チルドレン・オブ・ザ・フォレストを演出し、映画監督としてデビューした。1914年、ユニバーサル・フィルム・マニファクチャー・リング・カンパニーに移籍、ウォーレス・リードが監督、主演した。 短編映画ザセイレーンに出演する。1916年、同社が設立した子会社、ブルーバード映画で、ガツ宮殿を監督、同作は日本でも公開された。1931年のライダーズ・オブ・ザ・カクタス、以降はトーキーを手掛けた。1932年からメキシコで3作監督し、1937年にメキシコで撮ったエル・インペスターを最後に、 映画監督を引退する。1940年代には、ジョン・フォード監督の怒りの武道、ジャンル・ノワール監督の自由への戦い等に俳優として出演した。1964年10月27日、カリフォルニア州ロサンゼルスで死去した、八85歳没。特筆以外は監督作である。ありがとうございます。